はい、おはようございます。こんにちは、こんばんは。サンロードの花園です。それでは2023年の7月の22日ですね、ポッドキャストを始めていこうと思います。昨日ですね、ちょっとポッドキャストを撮る気力がなくてね、ちょっと申し訳ございませんでした。午前中ですね、野菜の配送まあね、ちょっとしましてね、ちょっと市場からね積んだんですけども、って思うぐらい量がありまして、スイカとか、小玉スイカにキャベツとか、もう重いものばっかでね、もう本当、配り終わった頃にはもうバテてしまいましたね。本当、夕方とかね、かなりバテてたんですけどもね。で、おかげでね、もう今日朝からね、腕が痛いんですよね。もう筋肉痛で。ね、スイカもね、多分大きいやつが2玉、ね、1箱に入ってるんですけども、あれ、かなり重かったんでね、5キロくらいあるんじゃないかって感じで、ね、ものすごく重くてね、もう大変だったですね。もう、ねえ、もう汗はめちゃくちゃかくし、ねえ、もう積むのにもね、量が結構あったんで大変ですし、トラックもね、最初の頃はね、もう荷物いっぱいいっぱいだったんで、ブレーキ踏んでもね、やっぱ普段と止まる感覚、距離がね、全然違ったんですよね。だからその辺にも神経使ったりしてね、もうほんとなんか昨日はめちゃくちゃ疲れちゃいましたね。なんでね、もう夜もね、昨日は8時半ぐらいには寝ちゃいましたね。なんかそれくらい、ねえ、ちょっと大変だったですね、昨日は。ねえ、もうほんと、今ちょうどスイカの時期っていうのもあるからですね。スイカね、スイカ美味しいっすよね。ねえ、スイカはね、熱中症予防にもね、おすすめなんでね、スイカぜひ食べてくださいね。あれ、水分が多いんでね、ほんと。熱中症対策にもいいんですよね。だからといってスイカばっか食べてもね、あれなんですけどね。ほんとね、スイカ美味しいですよね。今年はね、ちょっとざく切りにしてあるスイカ、カットスイカをね、時々買って食べてるんですけども、なんか夕食のね、デザートにスイカ食べるとなんかホッとするっていうかね、スイカのね、甘さ水分がめちゃくちゃ最高ですよね、ってことで、この夏、スイカ、いっぱい食べてくださいね。もう今日何の話やって感じですけどもね。ということで本日はこれで終わりたいと思います。ご視聴いただきましてありがとうございました。また明日、バイバーイ。